の力さんの PR タイム。ここでは滋賀県彦根市からひこにゃんが登場するんで、じゃあみんなで、私一人で呼ぶのもね、なんだか申し訳ないんで、じゃあみんなでせーのって言ったら、ひこにゃんって呼んでくれる？呼んでくれる？ありがとう。じゃあ行きますよ。滋賀県は彦根市から来てくれたよ。せーの、ひこにゃん。どうもこんにちは、はい、滋賀県の彦根市からやってまいりましたひこにゃんです。はい、ありがとうございます。ひこにゃんのね、ぬぐるみを持っていただいている方もね、いらっしゃいますね。たくさんの人を来ていただきましたね。はい、ね、後ろの方の方にもね、ちょっとご挨拶しましょうかね。どうでしょうか。昨日もね、たくさんの方来ていただいてたんですけれども、ひこにゃん、こっちにひこにゃんってこっち、はい、今日はすごいですね。すごい ね、たくさんの方来てくれた。なんかすごいお兄さん、美味しそうなものが見えるんですけど。ひこにゃん、またなんか持ってんの？もう昨日ラーメン持って出てきました。白川ラーメン持って。これはですね、南湖団子って言うんですかね。またこれもね、こちらの方の白川のね、名物ということで、ひこにゃん団子をね、団子食べたいと、まあ、ねだられちゃってそういう PR をね、ちょっとね、帽子の方にもね。あ、本当だ。何ですか、お兄さん教えてください。起き上がりこぼしかな。あ、ね、はいはい、はい、こちらのちょっと前向けとか、ね、まあ、かわいいね。お土産屋さんとかに売ってます ね、起き上がりこぼしかわいい、はい、またね、ファンの方にね、こういうものをね、ここにはこれ編みぐるみですよね、はい、すごいかわいい。いろいろね、いただいてね、ありがとうございます。まあね、取ってあげてください。ひこにゃんは前も福島に来てくれて、その時赤べこをなんかもらったりしてなかったか。そうですね、東京でね、東京で福島を応援しようっていう時に、その時に、ね、そうだそうだ、赤べこをね、いただいたんですけど ね、ひこにゃんいいな、いっぱい持ってる ね、 ね、はい、ひこにゃんはね、福島県にはね、4回目と。もう4回ですか。そうなんです、4回目ね、来させていただいてるんです。で、白川の方は初めてやからね。あ、そうなんだ。今日すごいですね、この、うん、このなんていうのかな、小峰城。ひこにゃん、あれ彦根城じゃないから帰っちゃダメだよ、ね、ひこにゃんのお家ないからね、はい、あそこお家ないから、ダメダメ、ね、ひこにゃんもね、お城で住んでるから、うん、ちょっとじゃあ、ひこねのね、PR もちょっとさせてもらっていいしようかね。じゃあ、団子は団子は渡さないみたい。まあ、それは後でね、はい、PR もする、PR もせんといかんからね。はい、ありがとうね。はい、はい、ご主、ご主、はい、これはご主ね。はい、じゃあね、あ、ひこにゃん、お仕事してね、頑張って。じゃあね、ひこねのね、これ持って持てる。これね、ちょっと新しいポスターできたんですけどもね。あ、かわいい。お城が見えますかね、お城のね、とこにひこにゃんちっちゃく映っておりますけれども、このお城が彦根城でございまして、国宝が天守になってるじゃない、天守が国宝になっております。何を言ってるか分かりませんけども、落ち着いて落ち着いて、天守が国宝になっておりますのでね、はい、そのね、彦根城でね、ひこにゃんは暮らしております。毎日ね、3回彦根城の方でもね、出ておりますのでね、もし機会ございましたらね、近畿地方、滋賀県の方ね、来られる機会ございましたら、またひこにゃんの方にもね、会いに来ていただきたいな。毎日やってますのでね。はい、はい、これ素敵なポスターですね。四季折々の美しさ、ね、これからのもみじが、はい、そうです、これからね、やはり秋の季節、やっぱりね、はい、イベントの季節でもありますのでね、いろいろとイベントございますけれども、ちょうどね、10月19、20日とですね、ひこねの方でもね、たくさんのゆるキャラの皆さんに集まっていただきます。すごいです。ご当地キャラ博、そうです、インひこねということでね、たくさんまた来ていただく、そういう機会を設けております。また、そういう機会にもね、キャラの皆様、また、今日集まってきていただいた皆様もね、機会ございましたら、少し遠いですけれどもね、新幹線使えば4時間ぐらいやったかな、ひこにゃんはすぐに、あれなんですけどね、ひこにゃんはいいんですけども、私は4時間ぐらいかかって、はい、お疲れ様です、はい、4時間ちょっとかな、かかってきておりますけれどもね、はい、まあ、それほどね、思ったより、遠くはないと。そうですね、私も新幹線でね、移動しましたけど、はい、はい、とてもね、快適に来れました、ね、
ということですのでね、また、彦根の方にもお越しください。今日はね、たくさんのね子供のさんたちとね、触れ合う機会、恵まれましてね、ね、これは嬉しいね。彦根持ってたげようか。嫌になってきたよ、それね。なんかだんだんね、ちょっと遊び出してるんで、持っときます。ひらりさんに持っていただいて、はい、ということでね、そろそろお時間の方も来たようですのでね、これはまたね、今度ね、皆さんと一緒にね、グリーティングの方もね、やらさせていただくということで、パレードの方、はい、また出ますので。そうだ、この後12時からパレードあるんで、はい、ヒコニャンも歩いてくれます、はい、ぜひね、応援に、見ていただければと思います。わかりました。はい、ヒコニャンどうもありがとうございました。ヒコニャン、ここではカウントダウンはしないんですね。お城でね、よかったよかった。お城に来ていただくと、ヒコニャンカウントダウンというのも見られるから、はい、ぜひね、来てください。はい、ありがとうございます。じゃあね、お礼を言ってね、帰りましょうかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのお客様にもバイバイ、ありがとうございました。はい、こちらありがとうございました。はい、いいかな。お兄さん、素敵なヒコニャンのバルーンも持っててかわいい。ヒコニャンね、いつもね、おもちゃとかお菓子もヒコニャン、あーかわいい、見せてあげて、見せてあげて、みんなに、あーかわいい。はい、ありがとう、ヒコニャン。ぜひこの後パレードにもヒコニャン登場してくれますので、ぜひぜひまたヒコニャンもっとそばで見てください。ヒコニャン、ありがとう、ありがとうね。どうもどうも、独り占めしちゃった。バイバイ、またね、また後でね、まだ帰んないでね。もう一回言うけど、あれはヒコニャンのお城じゃないからね。バイバイ、ありがとう、ヒコニャンでした。ありがとうございました。ありがとう、ダンサーから気をつけて。あれ、お兄さんとっと取れちゃいます。お兄さん、ヒコニャン連れて帰ってください。お行儀でしょ。ヒコニャンね、もう7歳になって、でお勉強部屋まで作ってもらって、今ねお勉強も頑張ってるし、お稽古も頑張ってるし、もういろんなことどん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 勉強中なんで、また皆さんいろんなこと教えてあげてください。